皆さんこんにちは、エルザです。今回は猫エチラスさんどうやったら活躍できるについて解説をしていきたいと思います。まあ相変わらずねトライストリンガーを使っているわけですが、トラコレについてはかなり使用頻度が減ってしまったなと思ってます。というのもデコイチラスさんがちょっと難しいというか環境的に辛いところもあるからですね。ですがエリアにおいて結構いい使い方ができたので、うまく使えた時の使用方法などについて今回は紹介できればと思います。それでは最初はいつも通り普通にプレイした動画を流しますので、解説が気になる人は概要欄から飛んでいってください。それではスタート。さあやっていきましょう。ああ結構あえて塗り強いね。キルしないと難しい感じだね。あただ今回トラコラなんでデコイとかスプリングラしっかり使っていきたいね。キルも取れたら取りたいけど、ああ一人抜けてるわ。これ絶対来るよな強気で。あ来た、ほら強気で来た。あバレてねまさかのバレてなかった。マジか。さてこっからは抑え込みだけど、そうだね左ちょっと抑えて右の様子見たいね。あー漆で取られた。じゃあこっちは1枚取っといて削って、これはまあ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 左来てるけど、あー左見てたらな。まあこっからだね。とりあえずリードはしてるからちょっとでもいい感じにしていかないとね。スプリンクラー置いて、まあね、意外とね塗り負担が減るのいい。デコイとかね。あ左を取って、あ逃げたね。右も1枚やった。じゃあ押さえ込み。あ、ナイス。そこのローラー強いよね。待ってるもん。めっちゃ待ってるもん。ちょっと右行って。あー、やられたか。あー、そしたら左戻って。削りたいねー。トピードがしんどい。いやーホップソナーも結構いい仕事してるね相手のね。投げてくれな。2枚だもんね。ホップソナー2枚はしんどいよな。これどうだろう、これ抑えれれば。あいや正面と挟まれてるか。あ投げて、あーそれはゼロ距離許しだったな。さあ前出ていって、味方は取ってくれたからね結構楽。右側援護しつつ、でもキャンセルいるならな。あ取れた、いいよね。ああいうの予測して取れるの楽しいよね。そこいない、いないか。またウルショ、ああ下来てるな。あれちょっと危ないかも。いやでも1秒。よし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 。結構味方の高台トリガー強かったね。あれ助かるよね。はい、ということで、試合の方が終わりましたので本題の解説の方をやっていきたいなと思います。はい、それでは本題に入っていきます。今回のテーマはデコイチラスさんどうやったら活躍できるについて話していきたいと思います。まあ、デコイチラシを使おうと思うと結構難しいですよね。弱くはないんだけど何かと脅威になりにくく感じます。ですがエリアにおいては使い方次第でまだまだ活躍できるなと感じましたので、今回は活躍する方法を紹介していきたいと思います。まずデコイチラシに関してですが、キルを狙うのは難しいですよね。味方と連携ができたり足場が取れていればいいんですが、単発でキルを取るとなると難しいです。そこでこのスペシャルに関してはメガホンと同じで邪魔として活用する方がいいかと思います。
ただ邪魔の方法が特殊で、敵の足場を奪うように使うのがいいですね。例えばこのシーンですが、デコイを使っていますが、敵の状況に合わせて使っています。ちょうど敵と味方が対面を始めるシーンですね。足場はこちらに有利な状況です。この状態だと相手は動きづらそうですよね。しかもこのシーンでキルが取れることができれば一気にカウントを進めれるので、ここは押し込みたいっていうところです。結果的にキルにつながりましたが、メインでは届かない射程でデコイで無理やり押し込むきっかけを作ったというところです。今回のような使い方としては、キルは副産物ですが場所を取ったということがわかると思います。足場を取るだけで味方と連携を取れるので、デコイチラシらしいスペシャルの使い方と言えますね。まあこれが基本と言ってもいいかもしれないです。でエリアの確保から押し込みの流れを作れるので、基本の動きとして場所を取るように使っていきましょう。続いてですが、ポジションの確保の際に使うのも効果的でした。デコイの魅力は設置場所を広範囲で狙えるという部分です。これは壁越しだろうが、しっかり狙った場所の足場があれば敵陣にも飛ばすことができるので結構便利なんですよね。他のスペシャルはほとんどが敵の場所に依存するものとなっていますが、デコイは場所を狙うスペとなっています。場所を狙うということは、試合を通して切り取る場所を進む場合にきっかけ作りとして使えますね。前に出る味方がいた場合などは押し込みの手助けになるので、積極的に使っていきたいところとなります。まあ、こうなってくると相手は壊さないと敵が進んでくるし、壊していたら挟まれるという心配しながら対応を求められますからね。このメリットを考えると、デコイチラシを使う場面としては押し込みで使うのは本当に強いなと思います。最後にですが、デコイチラシについては味方の依存が強いってだというのを抑えたくといいです。というのも、デコイチラシ単体の発動っていうのは他のスペシャルに比べると脅威の度合いが低くなっています。そのため単体で使うよりも味方に合わせて使う方が効果を発揮しやすくなっていますね。ここまでの話でも、スペシャル単体でキルをするというよりも味方の動きや誘導に合わせて使っていたと思います。単体で良ければ合わせればいいという感じですね。単体で強いのはキル特化のスペだけとなります。サポート寄りのスペシャルにはそれなりの使い方というのがありますので、味方に依存することを抑えて使うようにしましょう。あえて依存するというのが大事ですね。それでは本編の方に戻っていきたいと思います。さて、エリア確保できたんだけどね、なんかあんまりここのねエリアは弓にとって評判が良くないみたいでね、それを聞いてたんで、初めてやった時めちゃくちゃビビり散らかしてた記憶はあるねえ、そうだね、個人的にはね何戦かやって思ったのが、ここの高台か、今度相手の高台取るのと、まあ、左の確保がうまくできるかどうかだなというと思うね。まあ、今デコイ使ったけど、まあ、このエリアの確保はやっぱ強いね。ナイス、抜けた。まあ、デコイでやっぱ相手の動き鈍ってるからね。さあ、これで終わり。まあ、だいぶサクッとエリアが取り返したんで、これはこれで良かったね。はい、ということで、ご視聴の方ありがとうございました。まあ、今後もね、スプラン動画やその他のゲームも随時投稿していきますので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。